入りさん、あれですね、なんか最近欲しいものがあるそうで。そうなんだよね。何欲しいの？12分の1でね、はあ、ガンダムが発売されることになりました。12分の1ってのはどんぐらいですか？150センチぐらいあるみたいなね。でかいね。本当に10分の1で18メートルが180センチが良かったんだけど、そうだよね。何年か前にザックが出たでしょ？知らないです。いやいやいや。知らないですけど。知らないの、あの、量産ザクとシャーザク両方出たんだけど。はあ、え、知らないの？ 24 万円のやつ。知らない。24万円、うん、車買ったらいいじゃないですか、ね。そうです。いや、車は24万円で買えないでしょ。え、中古とか。買えますよ。買えない買えない。24万円で買えない。中古免許持ってねえやつが偉そうなこと言うんじゃねえよ。はい。バーッとギャーそれ、なんでも万能じゃないですからね。そして、短命になりますよ、そんな使ってるか。そうか、インフレ起こし始めたから。これ、ガンダム出んの ?150 って、小学6年生ぐらいあるよ。あるある、女の子ぐらいあるよ、本当に大人でも。で、ちっちゃい女の子ぐらいあるよ。それプラモデルが出んの？あのね、組み立てなんだけど、軽い組み立てなのよ。で、重さがちゃんと結構あるから、あの、金属の骨組みが入ってて、上半、下半身は動かないようになって倒れづらいようになってるちゃんと。あ、立つんですね。そうだ、骨組みは40キロあるって言ったよ。40キロ？ほんと150センチの女の人みたいな感じよ。でも外見ガンダムなんでしょ？ガンダムだよ。ずっといいじゃん。いや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 。手とか動くんだよ。指も全部もちろん。あ、で、ああ目も光んの。で、ビームライフルも持ってて、で、ビーンって撃つと、あの、撃つ音がして、それをリモコンでできる。盾も持ってんだ。だから盾は、盾だけ超欲しいね。あの、片桐さん、突っ込まれまいと、ガンダム。ガンダムは盾だけ欲しくね。しかも、35万円で買えるんだよ。たーけー激高じゃん。高くないよ。だって35万円あげるから、あれ作れるかって作れないでしょ。いや、作らないもん。誰でも手に入るんだよ。35万円さえあれば。だってさ、うん、ザクの時はだって24万円だったでしょ。うん、だって何が高くなってるの？まずね、尖ってる部品がすっごい多いんだって。だからあれはあの、なんとかブロー形式ってこう、型にプラスチックを流して空気でバーンって送り出すんだけど、とんがったところに空気流れづらいんだって。ブロードキャスト方式みたいな。で、それはザクだと、ザクってこう曲面が多いから、それできたんだけど、ガンダムは難しいだろうって言われてて、だから7、8年かかったの。でも前のザクの時は、俺食うや食わずだったから、とても買えなかったんだけど、今はもう35万円をガンダムに出すことを厭わない。つまんない。つまんない。ギャルか、お前。いやいや、だって、物見てないからね。絶対欲しいよ。いや、いらないよ。いらないよ。絶対欲しいよ。だって何に使うの、そんな作品。まだ農家の人はカカシだよね。あ、まざらし？うん、だからバンダイとかね、お風呂。絶対壊されるでしょ、学生。絶対壊されるでしょ。そんなのあるじゃん。ガンダムあったらぶっ壊されるって。ガンダムだよ。ガンダム壊せると思うの、子供は。子供壊すよ。ガンダムだよ。金属じゃないでしょ？金属じゃない。でしょ？重いもん。壊すよ。でも肩の関節とかちゃんと金属の入ってんだよ。ちゃんと壊れる。それはさ、わかるけど、片桐さんどうすんの？買って、それ。まあ、抱き枕だよね。最初はね。ごつごつして。ごつごつして。40キロの抱き枕。40キロ、うん。あ、そう。あとは何でも使うよ。ベッドに置くってこと？そう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 。あとあの、助手席にね、置いといて、車乗ってる時とか、うん、で、あの、路駐してますよと。でも人に停車ですよっていうね、言うふうにありまよ。ガンダムが乗ってるから、大丈夫って。ならないじゃん。ならないよ。中金取らない。絶対取らない。取られるよ。あと目光ってんだよ。ブーンって。あ、大丈夫。だからガンダムはガンダムだけど、コックピットに人がいると。そう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 。どんだけちっちゃいんだよ。12分の1のね。うん、それで出しとけば、あ、乗ってるって乗ってる乗ってる乗ってる、絶対は。今だって全然止められないからね、危ないし。そうだよ、もう本当一瞬止め、停車止めても、いなくなっちゃったらダメだ。いりゃいいんだよ。そうだよ。ガンダムがね、乗っててくれんだもん。嫁怒られるんじゃないよ、それ。35万つったら。だって女子的は嫁のとこでしょ。内緒で買っちゃえばいいんじゃん、だって。内緒でできない。150センチのやつ買ったら内緒にならないよ。だって送り返せないようにすればいいんだもん。送ってくるやつだから、もうお金払っちゃったって言えばいいんだもん。したらお前35万円、ワイヤーになるよと。ダメになっちゃうよっていうことでしょ？だったら、もう置いとくしかないじゃんみたいなさ。嫁も好きなのかな？全然。だそれ話がやばいでしょ、だって。やばいよ。意味が、理由がないと。うん。だって、ジンさん服をちょっと買っただけで超切れてたじゃん。お前こんな高いの買ってきやがってみたいな。向こうにね。5万円ぐらいのやつ買ってきた時にさ、こんな服で5万円でこいつバカじゃないのか言ってたら、お前35万だろ絶対やばいよ。いや、でも35万って言ったって、あれはもう一生もんよ。一生何に使うんだよ。服だってそうやって言ってたじゃん、いや、服はだからほら、流行りしたりがあるもん。あと、ほつれてきちゃったりするでしょ。ガンダムは一生もんよ。それがわかる。
かんない。ガンダムの一生。買えばいいや、買おうよ。3体買おうよ。やだよ。買おうって。3体持ったらどうしようじゃん。ガンダムってほんと1体しかないんだよ。それを3人持ってて。ね、RX-78-2 ですよね、はいはい。アムロの父ちゃんが作ったやつ、はい。あれが3体あるってすごいことだった。なんで俺ら3人で100万も使わなきゃいけねえんだ。これのためになんで100万も。絶対買った方がいいって。だって俺らこそ使わないじゃん、他の用途。そんな金じゃなかったら制作費に回せよ、お前。そうだよ。35万の。なあ。おいおいグーの根も出ねえでやん。何こいつ、グーの根も出ねえ。でも例えばじゃあ、ガンダム買って持ってきたら超盛り上がるでしょ。まあ、確かに。まあ、見たらでも。見たらね。じゃあ、買ったら持ってくる、ここにな。あ、ブースに、うん、で、まあ、ホームページとかに写真もアップできるから。うん、だから、それでちょっと、お金払って、ちょっとずつ。1万円ずつぐらい払って。なんで持ってくるから。え、そしたらお金払うんだったら、俺らそのお金分のパーツ持ってっちゃうよ。うん。腕、右腕とか。ぶっ壊した。右腕とか持ってっちゃうよ。そんな音投げないこと言うなよ。そっちが音投げないの。お金ちょっと払え。違うんだって。だって、ビームサーベル、だってビームライフルなくて盾だけ持ったら変でしょ。いや、守りのガンダムでしょ、だから。いや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 。俺あれ、角とか取っちゃおう。いや、バカ。あのダム部分取っちゃうの？あれ取っちゃダメだもん。俺、ここの赤いのとおでこの、この角がないともガンダムはもう何にでもないんだから。何にでもない。うん。EG8 ってこう角がなくて顎がもう隠されてるガンダムがあるんだけど超人気ないんだから。知らねえよ。あの、知らねえよ。ジャングルとかで角がぶつかって危ないからって上に向かって生えてるね。ゼロ8正体っていう、あの、OVA で出てきたやつなんだけど、はい、その EG8 は超人気ないんだ。顎がじゃあここでですね、顎を守るためにチンガードって顎についちゃってんの、ね、いろいろと。いや、どうしたんだよ。ほっさ、ほっさ、結婚の話なら散々したよ、先週。あの35万円のガンダム買う買わないで。あ、結局それ、喧嘩になったんですか。話したら、え、本気で言ってんの？本気だよ。え、なんで本気で言ってんの？っていうのをずっと繰り返して、で、35万円だよって言ったら、いや、35万円で買えるんだよっていう押し問答。英語で言えばもうリアリ？リアリ？ずっとリアリ、リアリって聞かれちゃう。ずーっと。もうずーっと3日ぐらい。3日かな？うん。いや、本当に、え、俺は、本当に買っちゃいけないと、いけないのって言ったら、うん、本当に買うと思ってるの、ずーっとリアリー、本当に。リアリー？リアリーってどう、結局どうなったの？でも、それ買ったら離婚だから、みたいな話をあいつが始めて。うわー！なんでなの？なんでなの？意味わかんないでしょ？だって、35万円、たったの35万円で、ね？うん、まあ、今月のギャラ15万円だったけど。何それ、ダメだろ。ダメだろ。これ上がるな。上がるな、これ。15万だったこれ上がるな。これを聞けるのはもう、ポッドキャストだけですから。はい、どうしてもじゃないでしょっていう。それはまずいでしょ、ね、確かに、うん。生活してく気あんのって言われて。でもさ、うん、その僕らみたいな仕事とかをやってるってことは、うんうん、まあ、特にさ、片桐さんに至ってはさ、その舞台とかがメインじゃない、うん、だから農業みたいなもんだもんね。うん、まあ、その収入の入り方が。そう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 、今月が少ないからって、35万の買っちゃいけないっていう理由にはならない。そうでしょ？そうなんだよ。今までの蓄えもあるし、ね、そう、うん。ラーメンズの過去の遺産もあるでしょ？そう、遺産って。うん、それがね、ほんと大事だよね。だから、まあ、あの言葉は言ってないでしょうね。何？あの言葉言ったらまずいよ。何？俺が稼いでんでしょっていうの。ああ。これまずいよね。俺言ったらまずい。一番怒るよ。稼いでねえだろ。じゃあ、私が働くよ。あんたが子供の面倒見なさいよだよ。それね。ああ、それはもうね、そこまで言えなかった。飲み込んだ。うん、やっぱね、だんだんね、本当に向こう、やっぱね、向こうが怒ると俺も怒れんだけど、うん、ドン引きなのよ、基本。ああ、なるほど。本当に、本当に、本気っていう。あ、だって俺は目が光るし、そのね。メインカメラも光るし、バルカン砲のボタンを押すと、バルカン砲が光って、ボボボボボボって音もするし、スコープで狙った音も、ビリ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 って音もするし、歩く音もするし、ビームライフルの音もするし、弾撃たれた音もするし、って、音はね、うかず片桐仁が35万で買うための理由ね。25個以上の音がすると。25個以上の音がするっていう理由で買おうと。そうそうそう。で、奥さんなんつってんの？買わない理由は。買わない理由は、高いよと。置き場所どうすんの？置き場所どうすんの？絶対物、ハンガー、めちゃかけラウンドハンガーみたいになっちゃうよと。なっちゃうよ。そして、今月。15万円。今月のギャラ15万円だったら。20万赤字になるだろうと。そうそうそう。そうですよ。これいい勝負だね。まあ、ね、180センチのガンダムなんだよね。150センチ、12分の1センチぐらいのね。じゃ結構でかいし、重いんだよ。俺は盾をね、フェスティバル行って盾見たのよ。うん。で、盾がもう超いいのよ。人間サイズだから。うん。つけられると。持てるのよ。ビームライフと盾をこう持ってる人がいて。
っていうおじさんがね。もうあれだけでも欲しいと思ったぐらいだから。おじダムがいたんだ。うん、おじダム。あ、おっさん。もう、それ撮って、じゃあ、自分でこのラジオにその盾とライフル持ってこれ。持ってこれるんだよ。だから、10万ずつ出してくんねえかな。いやいやいや。いやいやいや、10万出して。10万、10万で15万でしょ？だってゼロだよ、さ、これ。絶対止められるって、こっちの理由はなんだっけ？こっちの理由は。買う理由なんだっけ？だから買う理由は。音でしょ？音がすんだよ。バルカン砲が、あと目が光る。やっぱ目が光るしってのは面白いよね。目がすげえ光る、ちゃんと。あと、目がこう、だから、そういう理由じゃなくて、うん、俺はこのために、仕事で使うんだと。そう、俺もそれ言った。俺これ持ってたら家に取材の人が来るかもしれない。そうそう。うん、そんなの最初だけだっていう。いろいろ盾持って、そうそうそう。いろいろ写真とか、いろいろ造形で、そうそう。使うんだと。だからそう、俺そういうふうに言った、うん。オフィシャルだと、あくまでも。そうそうそう。あくまで仕事だと。ガンプラエキスポ出てるでしょって。うん、俺はガンダムで、食わしてもらおうと思ってる。本気でって言ったんだけど。え、コントじゃなくて、うん、ガンダム、うん、ガンダムに、うん、あの、鉄くずに。鉄くずじゃないよ。結構なシェアよ、あれ。3億6千万売れてたガンプラが。ね、日本じゃもう知らない人いないよ、ね。知らない人いないんだから。あれでなんとかおこぼれ食わしてもらえんじゃねえかって、ちょっとあるから。なるほど。そういう意味でも。そう。バンダイさんにおめっか使っとかないけない。それいいじゃない、それ言えばいいじゃん。言ったよ。うん。そしたら？その最初だけだって言われて。最初だけ。最初だけだ、うん。最初だけでも一点張りだね。そうなんだよ。だから逆だよ。やっぱり、もう、飴と鞭だからさ、うん、向こうにもなんか、あ、35万相当の、買ってあげるっていうパターンが一番いいと思うんだよね。あ、それいいよ。ブランドのバッグとかでしょ、ザク買ってやるよ、ザク。ザクはもう24万だからね、あれね。ザク、シャーザクだったら、24万だもん。女の子だから、うん。じゃあ分かったと。うん、じゃあお前もザク買えよ。なんで私ザクだよ。ピンク好きだろ、ピンク。うん、女だからピンクだろ、お前。何があんのよ、ザクに。何がついてんのよ。バズーカがついてる。女の子っぽくね、うん。バズーカ。ザクは音がなんねえから安いんだっつって。ああ、うん。だから、もう、そう、で、買う、どうすんの、内緒で買う、もう。あ、内緒で。うん、そうだ、ま、買って。いいよ、うちちょっと置いてあげても、腕とか。マジで？隠してもいいよ。いや、ほんとね、内緒で買うしかないと思ってんの、ほんとに。だから内緒で買って、どこに置くかだよ、うん、置く場所。ね、ジンさんさ、なんかさ、その家庭でよくあるさ、へそくりとかさ、うん、聞くじゃん。ああいうのってやっぱやってんの、うん、やってない。やってないの、うん、じゃあ動いたの丸見えじゃん。もう通帳とか俺持ってないんだもん。あ、嫁に管理されてんだ、そうそうそう。だって銀行のね、カードもね、うん、2枚あんの。1個の口座なのに、うん。うん。で、向こうは向こうで自分で下ろせたりできるようになってる。へぇ、ジンさん下ろせない？俺は下ろせるよ。まあ、おろせるけど、でも、まあ、でも、なくなってる、動きが。全部の動きをね、悟られちゃってんの。あ、そっか。俺はそこがもうね、だからそこで、多分財布を渡す的になったところから、夫婦ってできちゃうんだと思う。あ、もう、イニシアチブがあっちなんだ、ね、そう、イニシアチブがあっちなの。でも、まあ、それでいいと思うんだけど。まあまあね。それはもともとはね、結婚生活としてはいいと思うけど。もう、だいいと思うね、人産的にも。俺はだってガンダムを買うためにこの仕事やっているわけだから、よく考えたらね。好きなプラモデルを買うためにやってるわけだから、うんうん、本末転倒ですよ、うんうん。じゃあ別にいいんじゃない、離婚したって。そうだよ。じゃあこれこそさっき最初に言ってた事件ですよ。うん、事件でガンダムのために離婚したっていうの、これは富野監督も、これは本当にガンダムに食わせてもらいますよ。そうですよ。12分の1ガンダム事件ね。そうですよ。何ミリ6事件みたいな聞き方してんだよ。4人はあれだろ ?4 人は12分の1ガンダム事件でしょ、あれだよ。あれ、そうですよ。三軒茶屋の変だよ。だよ。じゃあ、一回、離婚しようか、それで。大変だよ、もうそんな。いや、でもこれはでも本当に欲しいんでしょ、欲しい。だって、うん、超、でも本当は欲しいでしょ、いや、俺らはいらない。あ、見てないからだ。一、まあ、回だから、その、あれで、キャラホビで、すっげえ並んでたもん、パーツが。全部、そういうショーでね。さらちに並べてあって、こんだけのもんが家来ますよ、つって。多分欲しかったな。ちょっとね、顔を大き、プラモデルよりも大きめにしたんだって。やっぱ12分の1になるとね、普通のプラモデルスケールと顔がちっちゃくなっちゃうんだって。だからちょっと大きくしたんだって。で、足もちょっと大きくしたんだ、立ちがいいように。だけど足は、倒れないように、ちゃんと、芯が入ってて、動かないんだけど、上半身はちゃんと動くの。へー、それ欲しいね。それ欲しいでしょ、欲しい。ねえ、でも買おう、買っちゃうもん、うん、とりあえず。じゃあ、どうやって買っても、だから、うまく、懐とかいけないの、いけない。すっげえでかいんだもん。ああ、そうかそうかそうか。うん、35万をだからもう、闇営業するしかないよ。闇営業か。闇営業か。募集したら闇営業、うん。だからそうなってくるとやっぱ携帯番号も
やっぱ言わないと。ポッドキャストで言ったらダメだよ。大変ですよ。だってじゃあどうすんの、35万稼ぐの。こっちが市民になって考えてやってんのにさ。作る？何が？作る段ボールとかで自分で。ああ、自分でコスプレみたいに。うん。だからそっちを作って、うん、あ、こんなに欲しいって思わせたら。そう。子供の方式で。いいなぁ、うん、そ、まあ、作れればなぁ。でもよく考えたらさ、本当にさ、仁さんがさ、働いて金、稼いだ金だろ？うん。なんで買っちゃいけないんだよって、もう言うしかないと思うよ。そうだ、うん、子供の将来がって言われるんだよ。え？なんとかするって言っちゃえばいいやもん。そうだよ、そうだよ。俺が責任持つと。ガンダムで遊べるし。うん。今に見てろって。あ、子供が喜ぶかもしれないもんね。そうだよ。あ。太郎好きじゃんって言えばいい。そうだよ。ガンダム好きじゃんって。うん。それでいけんじゃないの？太郎ガンダム好きじゃん戦法ね。うん。はいはい。じゃあこれ。メモんだ。じゃあこれですね、もしですね、いつ発売なんですかこれ一応。12月発売だけど、もう予約が始まってて。はい。予約のみ。予約でもう多分いっぱいになっちゃう、1500。予約だけしとく、とりあえず。とりあえず予約はしといたら方がいいんじゃない？だって、それできなかったら買えなくなっちゃう。そうだよね、うん。予約するとお金払わなくていいのかな。いやー、まあ、でもその方式わかんないわかんないけど、まあ、しとかないとね。そうだよね。大は小兼ねないから。じゃあ、バンダイの人に言っとこう。うん。それは言っといてください。ということで、この12月までこれ続くんでしょうか果たして、はい、ポッドキャスト内、片桐仁、12分の1事件。12分の1ガンダム事件ね。ガンダム事件。はい、これがどうなるのか。本当に手に入るのかね。ね、はい、入るのか皆さんお聞き逃しの中でございます。ちょっと先々週のね、放送で、話した、はい、35万円のガンダムを買うのか買わんのかと。タイムリミット近づいてますよ、12月に。150センチのガンダムが、今度35万円でバンダイから発売されると。はい、で、片桐さんは欲しいんだけども、はい、嫁がドン引きですね。お嫁さんが、はい、何を言ってるんだと。はい。いうことで、僕らがいろいろアドバイスしたじゃないですか。もうサンタクロースが来てほしいって思っちゃったな、昨日とうとう俺は。プレゼント。いるんじゃないかな。多分もうガンダムでいっぱいだろうね、もう包みがね。でもどんだけでけえ靴下用意しなきゃいけないんだっていう。もう、出ちゃってるよね、ほとんどね。角しか入ってないね、靴下にね。それでどう、進展あったんですか？いや、もうとにかくね、はい、もう譲って、あんまりしないようにしてるんだけど、せいぜいいくらだって言ったら、まあ、現実なとこ10万がいっぱいじゃねえかって話をされて。10万なら、私もまあまあ、ガンダム好きな旦那だしと、うんうん。ただ本当にお前の部屋から一本も出すなって言われて。いやいや、玄関でしょっていう話をずーっとしてて。あ、置く場所。置く場所。すごい、爬虫類買うみたいな感じだね。いやいや、玄関でしょ。例えば月いくらとかさ、お小遣い制なわけ？片桐さん。あ、そうそう。いや、なんかね、違う、なんかね、通帳をね、向こうが持ってるシステムでね、うん、何月何日に5万円下ろしてたでしょ、みたいな。うん。全部筒抜けみたいになってて、うん。で、それを、どう、なんかね、取られちゃってんだよね。だから何かを我慢して、積み立てるっていうパターンあるじゃないですか。そうそう、だから、俺、そうそう、それいいと思うんだよね。うん。だから、プラモデルをちょっと我慢は、まあ、できないんで、それは無理なんだけど、だから、なんだろうな。食費とか。食費とかね。うん、外で食べるのとか。そんなの許されるわけないよな。まず、プラモデルを我慢しろよ。いや、プラモデルは。そう、プラモデル我慢して、だって大きいプラモデルが買えるんだよ。うん、そこ我慢して、これ買うって言えば、そこまで止められないと。そうでしょ。でもね、やっぱ、1個のプラモデル100倍ぐらいしますからね。まあね。3500円ぐらいで買えますから、うん、3000円とか、うん。安いやつ1000円ぐらいで買えますから、うん。そしたらそれで我慢しなさいよって言われちゃうよ。でもな、クロスボーンガンダム出るしな。はい、何？え？はい？あ、今度9月にクロスボーンガンダムが出るんですよ。クロスボーン？あの F91 の続編でね、はい、クロスボーンガンダムっていうのがあって、は、はい。そのね、主人公機、あれが、キンケドゥが乗るやつがあるんですけど、はい。はい。シブックの改め、キンケドゥがね、はい。乗る、木星帝国と戦うやつが、とうとう出るんです。F91 が出てね、で、ポリキャプレスで出たっていうね、伝説の F91 が出て、次はいよいよ真打ち、ね、クロスボーンガンダムだっつって。それがね、やっぱそれはちょっとね、やっぱ買っとかないと、ガンダマーとしては、やっぱ出遅れちゃうじゃないですか。流れに乗れないじゃないですか、ガンダムの。気づいて。デンドロビームも出るでしょ。気づいて、片桐。だその辺もな、あるし。空気を読んで。ザクワンのね、スナイパータイプってのも出るんだよね。気づいて。9月はすごいんだって。うん。9月はね。9月すごいんだ、ガンダム。9月はね、ガンプラがね、総攻撃かけてくるんだから。
もう全部出ちゃうんだもん。片桐の財布にでしょ。そう。HGUC も出るし、マスターグレードも出るし、EX モデルも出るし、もう全部から攻めてきちゃうんだよね。最後の、だからもう最後の大番長みたいなのが35万のガンダム。そうなんです。年末にね。9月10日とバーッと来ますよ。すっからかんだ、すっからかん。もうだからみんな破産させようとしてる。本当にバンダイは。バンダイすごいね。ちょっと待ってほしいよね。で僕ね、今、現時点のところ、フラッシュエキサイティングってとこ、言ってみるの。エキサイティングってとこで、あの、ガンダム連載をして、はいはいはい、ホビージャパンってプラモデルの雑誌でコラムをやってる。はいはいはい、さらに、バンダイの人と長くなったガンプラエキスポで、こう、ブースでなんか作らされたりして、で、うん、バンダイの人とすごい長くなってる。バンダイの人って言ったら、まあ、言ってみれば、そのプロ野球選手みたいなもんですから、僕からしたらね。本物の、ね、プロの人だ。そうです、そうです。プラモ巨匠に出てたストリームベースの川口さんと一緒に、僕はプラモデル作ってましたもんね。うん、だそういう人たちがね、サンタ的な活躍をしてくれないかなって。ああ、プレゼントとしてね。はい